ケンさんです。今ね、新開地でバス待ってます。どこに行くかは秘密ですけどね、後ろに見えるのは、港川が今見えてます。楽しみですね。行ってきます。新開地からバスに乗って、なんだ、夢野っていうところまで来てます。まあちょうどね、港川の北側で、いいところありますんで、今から行ってみようと思います。今日ね、あれ、いつも撮影する前って適当に飲みに行って適当に食べて適当に飲んでするんですけど、今日はもうガチで行く前電話してそれぐらいしないとちょっと大丈夫かなっていうか、ちょっとドキドキしながら行ってますけどね、っていうところです。絶対外せないんでね、ちょっと今日はいい絵撮りますんで皆さんよろしくお願いします。はい、もうすぐね見えてきたんでしょうか。もうね、今日のお目当てのお店はこちらでございます。串カツ福屋さんですね。今から行ってみようと思います。無事撮影許可の方をいただけまして、今ねお料理来るの待ってます。お母さんめっちゃ優しいです嬉しいですはい、お店の雰囲気はねこんな感じ、芸能人の方もね来られてて、テレビにも出たんでこんな感じになってますよ。おでんもされてね、はい、串カツは言った分であげていただけるんですけど、注文がたくさん入ってるみたいです。あ、ソース、使用されているソースが日本ソース、使用されてますね。初めてのソースです、はいはい、このソースにつけて、届きました串カツ、綺麗ですね。いただいてみようと思います。はい、あ、ほんまですか、はい、さらきますよはい、もうもうそんな、いやでも昭和を感じれるお店っても減ってますからね、本当に。もう そんなとこ専門で行ってますんで。あ、本当だ。はい。これで用途ありますか？ないです。なかなかないです。まあ今日はちょっとあそこ大倉山の伊勢屋さんも寄ろうかなと思って、こういう昭和を感じれるところで行かせていただいて。いただきます。うわ、玉ねぎ大当たり、めっちゃ美味しい。2本目いただきます。初めて食べはる？はい。あ、ピーマン。違う。ピーマン。おいしい。シシトウ。嘘言いました。シシトウです。おいしい。そう。頼んでおきながら間違えました。3本目。食べちゃったけど牛。おいしい。おいしい。4本目いただきます。いっか。おいしい。ちょっとね、お酒の方はこれはね自己責任で飲むんです。持ち込みしてっていうか、まあ、カウンター越しのお店なんで、ちょっと飲ませていただけるっていう形でちょっと1本いただきます。衣が本当に、衣とソースが相当うまいです、マジで。なんか懐かしい味がします。これね、福屋さん来たら絶対食べないとダメなメニュー、アスパラです。アスパラ高いですからね、他で食べたらめっちゃ、これ80円です、本当に。
値段頑張らせてもらえろ。はい、だって見る100円が、いや、もっと取るとこありますよ、アスパラやったら。はい、アスパラちょっと高いんで、やっぱり、うん、はい、秘密が続きますけど、これも秘密です。あ、はい、ホタテプルプル食感が来るんで分かんなかった、うん、ホタテ貝柱のところまでついて複数個入ってると思うんですけど80円、めちゃくちゃだこれこれはうまい。これは何でしょう、エビ大当たり。めちゃくちゃあのボリュームあります。これあのあれですね、あの刻み入れてないでこの太さになってます。おいしい、ブリンブリンきます、すげえ、うん、でもあのこういう味のあるところでこんだけ素晴らしい料理が出るっていうのだけ覚えておいてください。うん、ごちそうさまです。福屋さんいただいてきました。もうあの私の望むあの串カツ屋さんですね。あの太めのパン粉で甘みしっかり、ソースはねちょっと酸味効いた感じのいいソースなんですよね。うまかったっす、本当に美味しかった。あのお母さんとねまたあの会いましょうというお約束をしましたので、また来させていただこうと思います。ごちそうさまでした。うまかった。はい、ケンさんです。さっきね行かせていただいた福屋さんね、めちゃくちゃ味のある雰囲気で、優しいお母さんに癒されて、今ねテク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 歩いてってます。ちょうどね東側に向かって、夢野からずっと東に向かって歩いていっています。ちょっとね山寺さんがね2016年に来てたお店があってね、カオスさんと2人で来てたみたいで、ちょっとそこね寄りたくて、その時も多分あれなんかな、服屋さん行った帰りに多分同じ道順をしてたのかもしれないですね。行きたいですね、ちょっとね、ちょっと行ってみようと思います。行ってきます。あー、坂本酒店さん今日はお休みされてるかな。あららら、残念です。はい、ただいまね福屋串カツ店さんからずっとね東に来た、川沿いを歩いていっています。もう川沿いをねずっと上がっていったら、今日あの目的にしているお店がね、到着するんですけども、気持ちがいいですね。ちょっとねお酒いただいて気持ちよくなったところで、こんないい景色ね素晴らしいですね、最高です。はい、ね、本当川沿い歩いてきたらもう山のね麓ぐらいまで着きましたね。もう遠足気分でこのね秋口とかの紅葉時期だったらすごい綺麗だったんでしょうね。たまらないですね、最高です。歩いてきまして、平野のね商店街まで着きました。よいしょ。平野のね商店街を抜けてこの道まっすぐ上がっていくと、スズラン台まで抜ける有馬街道っていうのかな、そんな道になっていますよ。交通量もね多いですけどね、すごくなんかこう眺めのいいあれになってますよ。カメラだと分かりづらいんですけど、山のね本当にあの緑がしっかり目に入ってきて気持ちがいい場所になってます。は
はい、それじゃあ平野のね商店街今から入ってきます。ちょこちょことね歩き出しましたけども、生そばなにわさんですね。こちらを右に曲がりますと、ちょっとねこう小さいアーケードがね見えてきましたね。よいしょ。はい、このアーケードに沿って歩いていこうと思います。 お目当てのお店はつくんでしょうかねお目当てのお店がないんですけど、迷子ですかね。めちゃくちゃいい雰囲気ですね。でもこううなぎのすごいいいね、かば焼きの匂いがして、めちゃくちゃいい感じでしたね。はあ、到着しました。うわ到着しました。伊勢屋さんですね。はい、今から行ってみようと思います。すごい味のある、雰囲気になってます。電話機あるし、もっと前からなテレビがあったのにな。ほんまですか、エアコンも懐かしいですね。あーすごいいい感じですね。はい、こんな感じです。めっちゃかっこいいんです。よいしょ。店内がねこんな感じなんです。すごいでしょ、窓の雰囲気とかもね。先ほどエアコンも映しましたけどね、おメニューがのどのどのなんで、おかもちいっぱいですもんね。すごいいい雰囲気になっております。あ、お店はね、テーブル1つ、2つ、3つと3テーブルで、なってますね。今ちょっと座らせていただいているのが相当大きいテーブルなんで、ちょっと申し訳ございませんって感じですね。無事ね撮影許可の方をいただけまして、今から飲んできます。ビールで、ね、いただきます。皆さんお疲れ様です。乾杯。本当ね、あの服屋さんからね歩いて、あの川沿いのね山の風景見ながら、ここのあの伊勢屋さんまで来ると本当に風情があってね、本当気持ちよく歩いてくることができました。もうお料理届いてるんです。ご覧ください。はい、常連のお客様に教えていただきました。きつねうどんがね、あの篠田っていうお名前で、あの神戸では昔からこの名前でやられてるそうです。すごいね、厚揚げすごいたくさん入ってのおうどんになってます。美味しそうですね。おネギもたっぷりです。美味しそうですね。この太さ、絶妙な太さが、あのあれですね、おいしい。あの昭和のあの給食の時に出てきた時ぐらいのあの太さのあのおうどんです。おいしい。一周回っておしゃれとかみんな言われますけどね、もうガチガチにおしゃれっす、マジで。これあの海外に行ってもこれぐらいのあのおしゃれさって出ないと思います。私のあのすごい好きな雰囲気なんですけどね、こんなにあのおしゃれになるんだと思って見てます。お出汁に関してはね、甘みのしっかりくる、本当にね寒い時期に食べると美味しいっていうタイプのお出汁になってます。最高です。
い、ごちそうさまでした。伊勢屋さんいただいてきました。たまらんすね。もう昭和じゃんみたいな。私がこうね、懐かしいなって思えるぐらいの昭和を、平野の商店街はやってくれました。もう最高です、本当に。めちゃくちゃ気持ちのいい景色をね、眺めながらこう、歩いてお酒を飲みながらっていうのができるこのコース、皆さんね、本当ぜひお試しください。もう本当に楽しかったですし、気持ちが良かったです。すがすがしかったです。ごちそうさまでした。まだあるかもね。めちゃくちゃ美味しかった伊勢屋さんの、ちょっとね、食べ終わった後に、山寺さんに教えていただいたんですけどもね、この本当ね、もう普通に歩いてたら絶対気づかないよ。こんなもん、これもう地獄谷ぐらいのあのスペースのところに橋本さんってあるんですよね。フライとお肉の橋本さん、お持ち帰りの専門店らしいんですけど、ちょっと持ち帰りしていこうかなと思っています。行ってまいります。はい、今ね、あの玉ねぎを3本、牛串を3本、あとね、エビフライを頼みました。これね、あのなんでそんなこう偏った頼み方するのって言ったら、めっちゃ売れてて売り切れなのと、予約いっぱい入ってるらしいです。やっぱり知ってる人は知ってるんですね、美味しいところで。いやー、もうね、この私めですからね、あのいつものね、ちょっとその辺で飲んじゃうかもしれないですよ。美味しそうっす。はい、今ね、注文したんですけども、本当ね、地獄谷の雰囲気があるぐらいの、もう一角だけなんですけどね、すっと入って誰も気づかないよみたいなところにあるんですよね。まあ皆さん探してください。もう帰りの道もバスが出てるんで、バスで三宮まで帰るのもいいんですけど、やっぱり今日ね、結構いい景色見て歩いてますから、橋本さんでいただいたあのフライを持って、公園でね、食べていこうかなと思います。一個はソースついてなかったら無理だなって。はい、フライとお肉のお店橋本さんでね、フライ買ってきました。もうね、フライヤーもね、年季が入ってるかと思いきや、めちゃくちゃ綺麗なフライヤーで、めちゃくちゃいい店ですよ。揚げてんの見ましたけど、めっちゃネタ大きいんです。すごいですね。牛頼んだらヘレ肉から切ってましたからね。やっとガチガチです。めちゃくちゃいい店。やっぱりいい店はやっぱりなかなか見つかりづらいですよね。今からちょっとどっかで食べてきます。行ってきます。はい、すごいいいスポットを見つけちゃいましたんで、今手なんでブレたらすいませんね。はい、ここで串カツを、この串カツをいただいていこうと思います。よいしょ。こんなね、山に囲まれたところで、食べられちゃうんです。大倉山の、公園になってますよ。はい、大倉山の公園に着きました。いやー、気持ちいいですね、本当に。海と一緒で、山もやっぱ風が吹いてるんですよね。酒飲みで風浴びると本当にね、気持ちがいいんですよ。お酒をちょっとね、いただいた後のあの風っていうのは本当に気持ちがいいんで、皆さんね、ぜひ、なんか激しい運動はダメですけど、ちょこ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 歩きながら飲んだり、血圧がね、運動すると上がっちゃうらしいんで、ね、たくさん飲んじゃダメだし、ちょっとずつでいいんで、ちょっとお酒いただいて、いいお料理いただいて、ちょっとお散歩みたいなのは相当気持ちがいいですね。今日一日歩いた服屋さん、伊勢屋さん行って、最後橋本さんでね、こちらのフライを買ったんですけども、もう最高です。見えないところでちょこちょこお酒は飲んですけど、ごめんなさいね、すみません。いやー、このコースは絶対やってください。最後大倉山の公園、こちらね、大倉山の公園で、楽しんでるんですけども、
いやこれね半日どころかもう丸一日かけてゆっくり歩いてもいいぐらいのコースになっています。あの最初はねあの港川ぐらいでお買い物してからでもいいですし、コース逆でもいいです。伊勢屋さんから始まってでフライ食べてここでゆっくりして山の景色見ながらみたいな、最後ね港川でお買い物、そんなこともできるようになっていますよ。素晴らしいっすねこれ。いやーもうこれ多分酒飲みいろんな人いるんですけど、このコースがいいっていう人は多分だいぶいるんじゃないですかね。自信持っておすすめできます。気持ちがいいです。正直相方はまあこうドライが、ドライだちょっと準備します。準備完了いたしました。いただいてきます。はい、購入いたしましたフライの数々、玉ねぎ3本と牛串3本と、エビフライが、エビフライは2本で180円という値段ですけど、これ全部で960円という値段なんですけど、これねちょっと見えてる牛串がこれねぶっといヘレ肉切ってました。半端ないっすこれマジで。めっちゃいい肉使ってる牛串ですし、玉ねぎもねあの結構ぶっとめの玉ねぎでしっかり入ってますよ。橋本さんはちょっと相当やばいっすね。これねあのまあ食べた後で言いますけど、これソースつけなくても美味しいっす。ちょっとだけねほんのちょっとソースかかってるんですけど、玉ねぎいただきますよ。塩岩塩ちょっととかでもいいかもしれないですね。これかなりうまいな。美味しくいただいてるんですけど、これなんで美味しくいただけるかというと、油があのラードとまあ多分どのタイミングで入れてるかわかんないですけど、おそらくバター入れてます。なんで相当美味しいっていうのに気づきましためっちゃうまいですマジで。で玉ねぎはねあの私が好きなんで、まあ、美味しいって言ってんだろうって言われたらあれなんで、牛のヘレカツなんですけどね、ヘレカツいただいたんです。まあもう食べますよ。ヘレ肉って昨今のあのダイエットブームとかですごい重宝されるお肉なんですけど、ギトギトすぎず食べられるんですけど、それをさっぱりいただけるヘレ肉を引き立たせるかのようなラード混ぜの油で多分揚げて、どっかのタイミングで多分バター入れてます。めっちゃうまいですマジで。これほとんどソースかかってないと思うんですけどね、これでいける。美味しいマジで。牛ヘレやばいよマジで。だいぶうまいよ。甘いね、なんか甘いね。最高。だいぶ日が落ちてきて寒いんですけどね、最後あの牛串のラストあるんですけど、食べてて気づいたんですけど、これめちゃくちゃいいところステーキと同じ風味がするんですよ。マジでマジで。うわー
すごい食べ歩きでしたけどね、これ本当に素晴らしいです。もう酒もちょっと途中飲まなかったらね、あの普通の人もあのいいぐらいで酔えますんで、私ちょっとあのだいぶ寄りました、寄り道したんで、あの申し訳ありません、あの酔っちゃってますけどね、うん、本当美味しかったです。うますぎた暗くてね映ってなかったらちょっと申し訳ないんですけども、あの今からね、大倉山の駅から、電車で帰ります。めちゃくちゃ面白かったです、マジでやばかった、文化遺産の旅ねグルメ文化遺産の旅、ぜひ皆様、ご堪能ください。ごちそうさまでした。